はい、おはようございます。南紀白浜通2日目の朝、今日はもう、このまま帰宅するだけなんですが、最強寒波ってことでね、ろくに観光もしてなかったので、白浜をねぐるっと回るだけ回ってみようかなと思ってます。白浜地方の方はね、天候は、風は強いもののね、晴れとは言わないか、曇りっていう程度かな。そうなんですが、実はですね、家の方の鈴鹿がですね、結構な勢いで雪が積もってるみたいなんですね。どうしよう。あれがホテル川急だね。いや、すっごいね、お城みたい。中世のお城みたいで、せっかくなんでね、海沿いを見ておこうかなと思うわけですよ。相変わらず今日も風が強いなぁ。海岸の方、あれ雪だね。おー、いい感じの岩が出てきたよ。いいね、岩。波しぶきが、ちょっと超えてきてるね。円月林じゃねえや、なんだっけ、円月島、なんてね言ってたら、今雪が降ってきた。雪だよ、雪。ちょっとね、ちょくちょくとこうやって泊まりながら行こうかなと思ってたんですけど、こっちも雪が舞い出してきたね。あとはとりあえず白浜を見ときたいよね。やっぱり真っ白浜ね、行くよ。おお、見事だね。あとね、もう一個うろうろしてる理由はね、お土産を買っておきたいんだよね。ここ多分白浜だよね。
なんで、これここで見ようか。見上げて、なんかあんのかな。ですね、桂昌園っていうところが綺麗ですよと教えてもらったはいいんですが、それがどっかがわかりませんね。はい、いいか。ね、せっかく白浜に来たんだからね、白浜は取っておかないとね、ダメでしょ。白浜の白浜、白浜、雪じゃないよ。砂浜、よしかし綺麗な海だな。おい、さすが白浜だな。おい、もうすぐ今日は風が強いですけど、これが白浜の海ですね。かなり白波になってますが、ね、これ砂浜が白いもんだからね、海がね、グラウンドグリーンなんだけど白い、すっごいとこだよね。やっぱり帰りはね、素直にね、高速の無料区間を通ろうかなと思います。雪が結構降ってんな。